俺は幼馴染がいる。そしてあいつは俺の親友だった。俺たちは小学校以来まだ一度も会えていなかった。だから久しぶりに会えないかルナと、俺はそんなメールを送信した。そうして、いいよ、さあ9時に空森大学ゲートの前で会いましょう。絶対遅れるなよ星野と、その返事が来たけれど、緊張のせいなのか怖いのせいなのかわかんないけど、8時に来ちゃった。まあいっか。あの、すみません。なんだこの女。頼みがあるんですけど、いいかな。あ、はい、なんでしょうか。この大学の中案内してもらえませんか。いきなりで、なんだこの女。っていうか、いいスタイル持ってるんだな。顔もすごく可愛い。お願いします。あ、案内って、俺が、ですか。はい、よければですけど、実はね、私は新入生です。だから、教室の居場所がわからないの。なるほど。ま、いっか、時間もまだ余裕だしな。わかった、いいでしょ。あ、本当に？やった、ありがとう。この大学すごく大きいですから、迷いのも仕方ないんだよ。そうですよ、だから私すぐ混乱して。あ、そういえば自己紹介まだだったな。俺は黒金のシナ、君は？私ですか？そう、君以外の人ここにいないんだろ。へえ、私の名前が知りたいのか。もう普通に教えるのはちょっとつまらないかな。あ、じゃあヒントくれください。やっぱり教えないな。ヒント2、ブブー、ダメです。ボーナスチャンス。そんなのないよ。スペシャルチャンス。なんだよそれ。お得チャンス。意味わからないよ。そういえば君は誰かが待ってるみたいだね。彼女さんかな。ああ違うんです、友達を待っていた。へえ、そうなんだ。ちなみにその子の名前は誰？あいつの名前は姫野ルーナ。女の子だけどすごく男っぽくてさ、喧嘩上手で、昔はいつもお菓子が盗まれて覚えてると懐かしいな。へえ、そうなんだ。そういえばあいつの姿って今はどうなんだろう。ん？どうする？正直に言うと、あいつがゴリラのようになったと想像したけどな。そうなんですか。この野郎、後で殴る。そうでしょ。だってあいつはすごく乱暴で、普通の女の子に見えないんですよ。よし、決定、後でぶっ殺す。けど俺にとってはあいつはすごく大事です。だから早くあいつに会いたい。ん？どうかしましたか？え？あ、いや、なんでもない。大事か。あら、やばい、このまま雑魚が見飽きちゃう。しっかりして、姫のルーナ。はい、到着。ここがクラスです。あ、はい、案内してくれてありがとう。じゃ、俺はここで。待って。あ、なんだ、ちょ、近い。ねえ、星野くん、その友達のことは忘れて、代わりに私と遊ぼう。うわ、む
と約束を破れないから。今はあいつと時間を過ごしたいから。ごめん。あのちょっと。バカ。やべえな。もう約束時間だ。あいつに電話しないと。はいはい、もしもし。あ、ルナ、これはお前か。久しぶり。ちょっとなくて。ごめん、俺遅れそうになってみたい。ああ、いいのいいの、気にしないから。私もまだ大学の家と前じゃないから。は？え、どういうこと？まさか寝坊しちゃったのか？え、違うよバカ。じゃあどこなんだよ、ったく。すぐ君の後ろだよ。あ、私は気づかなくてひどいな。その鈍さは変わらないな。アプローチしたのに、もう気づかないよ。